ストライキ、ロバート・ケーラー、1886年、油彩。ストライキとは労働者による争議行為の一種で、労働法の争議権の行使として、雇用側の行動などに反対して、非雇用側が労働を行わないで抗議することである。日本語では、同盟非業あるいは、同盟非行と呼ばれ、一般には、ストと略される。転じて、ハンガーストライキなど、労働争議ではないが、組織的な抗議行動を指すこともある。歴史上最古のストライキの記録は、エジプト第20王朝において、ファラオの墓の建設に従事していた労働者たちが起こしたものである。労働者がストライキをする権利は、国際社会において、国際人権規約の第8条項で保障されている。イギリスのように労働組合が、職能別労働組合を主とする場合、ある技能者の組合がストライキを入ると、個々の会社の所属と関係なく、その組合員である技能者はストライキに入ることが多い。一方、日本のように労働組合が企業別労働組合を主とする場合、その会社またはその工場で働いている労働者のみがストライキに入ることが多い。ストを無視して働くことはスト破りと呼ばれ、ストライキ参加者や参加団体からは忌まれると同時に、労働組合の団結を乱したものとして、除名、罰金、始末書提出命令、解雇などの統制処分の対象となることがある。このスト破りを防ぐと同時に、一般人へ目的の正当性を訴える手段として、ピケッティングを張ることもある。第一次産業、第二次産業についても、ストライキが多く見られた事例がある。第三次産業では、ストライキに訴えて問題解決を図るケースが多いのは公共交通機関、医療など公営、民間問わず主に公共サービス業関連の労働組合である。本来ストライキは社会的弱者の側面を持つ被用者が雇用主への問題解決の働きかけの手段であるが、これらの業種は社会的弱者を含む社会のあらゆる階層がサービスを受けていることから、ストライキが実際に打たれた場合、当該サービスの利用者に対するサービスの中断や質の低下をもたらす皮肉な側面があり、これを指摘した楽曲が1970年2月に日本でリリースされた老人と子供のポルカである。このため、社会全体が貧しい場合や、ストライキによって解決が期待される、社会問題の解決がストライキによるサービスの中断を上回る場合は、ストライキもある程度容認される傾向にある。しかし社会がある程度物質的に豊かになった場合、ストライキによるサービスの中断は、社会的弱者を含む社会のあらゆる階層から非難を受けることが多い。日本では国家公務員法第98条や地方公務員法第37条の規定により、公務員のストライキが禁じられているが、逆に公務員のストライキが認められている国も多い。フランスやイタリア、アメリカ合衆国では、公務員や教師のストライキ、ドイツでは、軍人のストライキがあり、公務員ではないが、弁護士や医師がストライキを起こすこともある。イギリスでは、消防士らのストライキが行われることがあるが、このような場合には軍などが消防活動を代行する。アメリカでは、警察官がストを打つことがあり、このような場合は、巡査部長級以上の管理職が第一線に出る。スペインでは、航空管制官が2010年12月にストライキを打ち、国際線管制は空軍が行う事態になった。なお、電力、水道、ガス、ゴミ収集などのライフライン関連について、日本ではストライキが顕在化した例はほとんどない。しかし、1970年代のイギリス、2000年代のイタリアなどでは起きた例がある。この場合、ストライキによる社会への負担は計り知れないものがある。商業、金融、証券、保険など公共サービス業とは異質の第三次産業では、よほどの政治問題が起きる状況でなければ通常、ストライキは起きない。1915年の中国での日本の対価21か条要求の際の商店でのストライキ、1923年のドイツでのフランスのルール工業地帯占領の際のストライキなどがそうである。各国とも公共サービス業でストライキが多発した時代を含め、少なくとも1960年代以降、個人商店の営業休止による抗議や、デパートスーパーマーケット、銀行、保険会社などのストライキによる営業休止、銀行のオンラインや証券取引所のストライキによる取引停止の例はほとんど見られない。これらの業種においては、休業が企業や国民生活の破綻に直結しかねないという事情がある。特に銀行業の場合、銀行決済が不能になれば、その損害は計り知れない。プロフェッショナルスポーツにおいては、年俸抑制策やチーム、選手の削減に対する抗議行動として実施されることが多い。フランスなど、労働者の権利意識が特に強い国などを除いては、日本、諸外国とも1990年代以降ストライキの数は非常に少なくなっている。これは、国営サービス業の一部の民営化、日本においては、グローバリズムやバブル崩壊による労働組合の弱体化、欧米諸国においては移民増大、EU 統合、冷戦終結が背景にある。過去のストライキが社会に多大な負担を強いてきた反省から、労使ともストライキを極力避ける交渉術を多用するようになっている。ストライキの激減のメリットとしては、公共サービスなどかつてストライキの多かった業種でのサービスの確実性がある。デメリットとしては労働運動が雇用確保の手段とならなくなったことが社会に周知され、結果雇用者の身分が不安定になったことである。日本では日本国憲法第28条により労働基本権の一つとして保障され、主に労働組合法及び労働関係調整法で規定される。争議行為が正当である場合、その行為についての刑事責任と民事責任は免責される。ストライキも労務の不提供にとどまるならば合法であり、これらの免責を受ける。特にストライキによって使用者に生じた損害に対する賠償責任が免責される点が重要である。ストライキなどの争議行為が正当でなければ、これらの免責は受けられない。また、ストライキを設定している日に対して前倒し、決行した場合、違法ではないがこれによる企業側の損失については請求できる判例がある。なお、ノーワークノーペイの原則から正規労働時間中に就業していない分の賃金は支払われない。一般に労働組合は組合員からあらかじめ積立金を闘争資金等の名称で徴収し、争議権行使で発生した賃金不払い分を組合が補填する。また、ストライキが行われている事業所に対して公共職業安定所が求職者を紹介することや労働者派遣事業者が人材派遣を行うことは禁止されている。このほか、組合の機関決定を経ずに一部組合員の行う山根コストは団体交渉の主体を欠き、不当とする判例が有力とされる。公務員のストライキの制限日本国内の公務員は、国家公務員法第98条及び地方公務員法第37条によりストライキが禁止されている。戦後直後は一部の職種を除いて公務員のストライキも認めていたが、1948年7月31日、政令201号によってすべての公務員のストライキが禁止された。その後政令201号は、日本国との平和条約が発効したことに伴う、ポツダム命令廃止法により1952年10月25日に失効しているが、前述の規定により、公務員のストライキが認められていない。また、1949年に国の直営事業から分離された公共企業体の職員に対しては、公共企業体等労働関係法が制定され、やはりストライキが禁じられた。これを不満として、1975年に日本国有鉄道を中心とした3公社後、現業職員がストライキ兼任用を求めて、ストを起こす、スト兼ストが起こされたことがあった。政府見解としては、ストを禁止している理由として、職務の公共性や人事委員の存在があることを挙げている。なおこれは国際労働機関の結社の自由及び団結権の保護に関する条約及び批准が留保されているとはいえ、市民的及び政治的権利に関する国際規約追加議定書に抵触する疑いがある。他に労働関係調整法第36条で工場事業場における安全保持の施設の正常な維持または運行を停止し、またはこれを妨げる行為としては、職種を問わず、ストライキが禁止される。実際に、争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を、労働委員会または、都道府県知事に届け出なければならない。という規定が、労働関係調整法第9条にある。なお、公務員の争議権を含む労働基本権全般の、規制と日本国憲法、第28条に関する司法判断については、労働基本権日本の公務員の労働基本権を参照。公益事業に対する規制労働関係調整法第8条で、公衆の日常生活に欠くことのできない公益事業として次の業種が指定され、これらの業種ではストライキの実施には事前の予告が必要となる。運輸事業郵便、信書便または電気通信の事業水道、電気またはガスの供給の事業医療または公衆衛生の事業また電気事業及び石炭工業における争議行為の方法の規制に関する法律で電気事業、石炭工業事業においてはストライキ時の禁止行為が規定されている。特にストライキが予定されることが多いのは運輸事業のうち鉄道や路線バスなどの日常生活に密着した公共交通機関を経営する鉄道事業者、バス事業者である。ストライキが実施されると列車やバスなどの運休が発生するため利用者への影響が大きく、プロ野球が鉄道ストで試合中止になるなど各種イベントへの影響も大きかった。ただし近畿日本鉄道など一部の私鉄はストライキを行わないか、あるいは週改札ストに止まり、平常通り電車を運転した。1990年代以降は、大手私鉄では、ストライキはほとんど行われなくなり、仮に突入しても朝のラッシュアワー前に収束されることが多い。事業者も、大手私鉄の春闘が妥結した後に、春闘交渉が行われる地方の中小私鉄や、バス会社の一部のみで、使用者側の回答を不満としたストライキが行われる程度である。ただし、北海道うちの私鉄総連では1980年代以降も、組合側の連帯責任を名目に、集団交渉が継承されたため、1991年までは、毎年春闘ストが行われていた。このストライキの影響は、主に通勤、通学の乗客に見られた。当時は現在と比較して、公共交通機関への依存度が高くまた大都市への人口集中も盛んだったので、ストライキの際の通勤客の負担は近年では考えられないほどだった。しかし、通学客の場合、学校が休校になる場合もあり、負担は通勤客ほどではなかった。また、春休みを除き行楽シーズンには通常ストライキは行われなかったので、主に行楽、観光旅行などで、公共交通機関を用いる乗客には、ストライキ自体あまり認知されていなかったようである。国鉄や民営開港の JR においては、千葉エリアを根城とする国鉄千葉動力車、労働組合によるストライキが毎年のように行われており、千葉駅以東の JR 各線では、本線運転士の春闘のストライキにより2001年から2010年まで9年連続で、列車の全面運休や大幅な運行本数の減少が発生していた。ただし、近年は JR 側も要員の代替等の措置により影響を最小限に留めるようにしており、実際に2013年は列車の運行に影響が出るストライキまでは至らなかった。前述のように大手私鉄では1990年代以降、ストライキはほとんど行われなくなったが、相模鉄道が2014年にストライキを決行した。バス事業者でも同年に関東バス、2016年には臨港バス、2019年には京成バスで欠航している。大手航空会社では、乗員組合によるストライキが実施される場合が多い。かつて、日本航空では盛んにストライキが行われていた。しかし、近年は特定の組合が一部ストに突入しても、管理職や他の組合に所属する社員である程度はカバーできるため、実際の運航への影響は限定的なものとなっている。さらに、航空業界では深夜になって交渉が妥結し、回避されることも多い。放送事業者でも組合によるストライキが実施される場合がある。生放送番組においては、管理職のアナウンサーや外部のフリーアナウンサーを起用することで影響を最小限にしている。担当者が元から管理職のアナウンサーや外部のフリーアナウンサーを起用している番組もある。地方民放局では労働組合自体が結成されていないところもある。ストライキ、ロックアウトといった争議行為がこじれて長引いた場合、労働委員会による調整が行われる場合がある。特に公益事業での争議行為により、国民経済の運営が著しく阻害し、または国民の日常生活が危うくなると考えられる場合には労働関係調整法35条の2により、内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聞いて、緊急調整の決定をすることができる。ABC ことばんく2016年3月29日閲覧、近藤久夫、細川優子、イギリスを知るための65章明石書店、2003年、140ページ、AB マークス久子、大人の国イギリスと子供の国日本創始者、1992年、109ページ、フランスで公務員が、スト、マクロン大統領の経済改革に反発。CNN、2019年12月8日閲覧。ロサンゼルスで教員3万人が、ストマイナス大規模学区で30年ぶり。時事通信。2019年12月8日閲覧。総務省消防庁諸外国の消防行政の概要、及び職業的消防職員の労働基本権の状況等に関する調査概要。2010年3ページ。仏前国スト、大学でも抗議拡大試される。マクロン大統領の改革案。AFP、2018年4月10日閲覧。小西康之9さん、労働組合による組合活動や、争議行為には、どのような法律上の保護が及ぶのでしょうか。労働政策研究、研修機構第9条には、船員法の適用を受ける船員に関しては、地方運輸局長に届け出ることとする規定があったが、2008年の法改正により、労働委員会または、都道府県知事に届け出先が統一された。ありがとうございます。